はい、どうもリンゴです。今回は大阪コミコン2024の第2回目の動画出してます。前回は来日セレブ第1弾としてマッツ・ミケルセン、テムエラ・モリソン、ダニエル・ローガンの3人が発表されましたね。こちらこの動画を撮っている時点ではまだチケット価格や発売日は明かされておりません。そして今回発表されたのが4人ですね。前回の東京コミコンに続き、クリストファー・ロイド、そしてハリコン以来となるリー・トンプソン、トム・ウィルソンの来日ですね。オンライン開催であったバーチャルハリコンや東京コミコン2020ではサイン会のみ、実施されておりました。こちらもオンラインのみとなっておりましたが、今回は対面でようやくお会いすることができますね。そしてロボコップシリーズで東京コミコン2018でも参加されていたピーター・ウェラーです。今回はこちら4名となるようです。チケット価格や発売日は後日出ると思いますが、クリストファー・ロイドは多分2万5000円ぐらいでしょうね。他3名は2万前後なんじゃないのかなと、個人的には思います。まあ、全体的に過去開催の価格よりは高くなってると思います。もう発表されたので、まあ、言うんですけど、去年のコミコンカフェイベントで、大阪コミコン2024で、BTTF ご一行を呼びたいみたいな話も実は出ておりました。で、ここで気になるのが、マイケル・ジェフォックスが来るかどうかですよね。まあもちろん、コミコン側は呼びたいみたいなんですよね。まあ、そちらも、言われておりましたけども、まあ多分オファーはしてるんだと思います。ですが、まあ体調の課題とかもあるので、まあここが今回どうなるのかですよね。まあアメリカの方では、最近マイケル・ジェフォックス、コミコンで顔出すようにはなっているんですよね。まあ、撮影会、サイン会とやられてるんですけど、海外移動となるとまたちょっとね、話が変わってくるのかもしれないですね。今回で一気にセレブ7名となりました。全体的に渋めのメンバーというか、まあ、ターゲットの年齢層は高めな印象ですね。まあ、個人的にはあと2、3名ぐらい来るんじゃないのかなと予想します。今のところセレブ全員がコミコン再参加という形になっておりますよね。そろそろ初参加の俳優とかも期待したいところですね。もう大阪コミコンまで2ヶ月切っていますよね。まあ時期的にも再来週ぐらいで来日セレブ発表も最後になるのかなと思います。まだアメコミ方面、マーベル、DC あたりが弱いので、最後あたりにこの辺の大物ゲスト、ぶっこんできそうな予感がします。で、セバスチャン・スタンですね。まあ、海外のイベントでのなんかこう動画が出回ってて、12月に東京来ますよみたいな、ことをおっしゃられてましたよね。まあ、これ、まあ、おそらく東京コミコン2024だと思います。で、セバスチャン・スタンですね。まあ、2018、2019とコミコンに参加キャンセルとなっておりまして、前回の東京コミコン2023も結局来れなかったみたいな話なんですよね。でサンダーボルツの撮影が始まって、大阪コミコンはまあもう無理でしょう。ただ東京コミコンは多分来るんでしょうね、ということなんで、セバスチャン・スタンファンの方は12月東京コミコン行きましょう。はい、ということで今回は短いですがここまでとします。また更新があり次第動画で話していきますね。じゃ、またね。